皆さんこんばんは。今日は2024年5月10日金曜日です。今日のテーマは中国の5月の連休。よくないんですよ。みんな外出しても観光してもお金はあんまり使いません。そして中国の大東海の路面電車ですね、撤去となりました。 赤字だからです。これは中国の無駄、全く意味のないインフラ建設の話ですが、そして習近平に対して自分の忠誠のアピールですね、合戦が始まりました。各官のですね、私が忠実ですよと習近平に対してアピールしています。これについても話をしたいと思います。 中海市ですね。関東省の近代的な都市であって、マカオとの国境に位置します。1980年、中国初めての経済特区に指定された有名な都市です。観光業はとても発達している場所です。とても有名ですね。しかし、5月8日でしたが、 中海市の政府は発表しました。中海市の路面電車。中国ではレールあり有機動電車と言いますが、この電車の運営を停止する。これからレールを撤去する。すべての駅も撤去するよと発表しました。地面にあるレールを撤去後修復して自動車の車道にしますよと発表しました。 こちらがですね、中海市にある路面電車です。中海市の市内を貫通していて、2017年6月から運用しました。長さは8.9キロです。合計の駅は14個あります。2011年、コロナ影響があって、運営を一時停止しました。当時の説明では、補助金の不足でした。 つまりわずか3年間で運営は終わりました。現在正式に提供するよと決めました。2013年9月から工事スタートです。当時は13億元投資しました。今のレートで言いますと約280億円です。2017年6月まで約4年間ほど工事をしました。 2017年6月から2021年6月まで合計463万人利用しましたと発表されました。1日当たり平均3600人が利用しました。しかし、それ以降、利用客は増えなくてコストが高いんです。この間、チケットの収入は387万円でした。約 8300万円です。しかし、この間の運営コストは3億円でした。約64億円です。運営して2020年、中間市政府は1.79億円の補助金を出しました。しかし、これ以上の補助金はもう厳しいわけですから、2021年6月、一時運営停止しましょうと会議を開催しました。 当時の結果ですが、コロナ後ですね、もうちょっと様子を見てから判断しますと発表されました。これで5月8日、政府は説明しました。運営のコストと運営の履歴を考慮して運営停止します。全てのものを提供しますよと発表しました。実はですね、こういうような無駄な工事は実にたくさんあります。中開市以外に 二軸の都市で有機度電車、路面電車開通しました。特徴ですね、乗客が少ないんですよ。そして速度が遅いんです。自動車にすれば邪魔です。そしてですね、ますます交通の渋滞がひどいんですよ。2017年、中国は世界55の発明のうちですね、一つは我々ですよと自慢しました。 こちらですね、見てほしいんですよ。素晴らしいでしょう。渋滞に巻き込まれない路面電車ですよと、えー、発明しました。上はですね、人が乗るんですよ。下はですね、自動車は普通に通行可能です。駅はですね、場所も取りませんよと自慢しました。中国は当時ですね、空中バスというふうに表現しました。しかしですね、その後はすぐこの話は消えていました。 実はですね、今はこの姿です。全く利用していません。無駄な工事でした。全然ダメです。そして、2018年、観測所の天水市も路面電車を導入しました。路面電車ですね、すごい綺麗ですよ。やはり、まあ、東海、まあ、都市というイメージありますので、観光業はですね、非常にいいんですよ。多コさんの都市ですね、導入しました。 しかし、天水市はですね、2020年5月1日から運営スタートしました。チケットは2件です。約45円です。1年間の運営コストは4000万件です。約7.8億円です。利用客は80万人しかないんですよ。収入は160万件です。一人は2件ですので。つまり、大赤字です。 政府の補助金は確かにありますが、足りませんので、運営会社は自分で何とかしないといけないというのが現状です。実はですね、中国のインフラ工事たくさんあって、無駄な工事がとても多いんですよ。官僚は工事をして腐敗です。ポケットにお金を入れていくんです。インフラ工事が多くて、しかしまともな工事が少ないんです。つまり、 中国の経済成長というのは続くことはもうできません。中国の経済成長の特徴というのは銀行からお金を借ります。インフラ工事をします。これで経済が繁栄です。仕事はいっぱい出てきます。結果ですが地方政府の債務がいっぱいですね。まだ現在ですね、無駄な工事が多くで経済を逆に引っ張っています。つまり、 地方政府の負担となってきました。維持するとお金はかかるし、もし提供するとまたお金がかかります。そして次ですが、中国の5月の連休ですね。今年はコロナ後ですね、2回目の連休となりました。各地域ですね、人は結構多かったんです。特に有名な観光地ですね、人が結構混み合っていました。 中国の観光局が発表しました。一人当たりの消費は565元です。約1万2千円です。今回の連休ですね。中国の観光局ですね。1999年のデータでしたが、当時はですね、1999年というのは休みの改革がありました。つまり5月の連休制度というものを作ったんですよ。 例えばですが、今年はですね、連休とは2024年5月1日水曜日から2024年5月5日日曜日ですね、全国休みです。ただし4月28日日曜日でしたと5月11日土曜日でしたが、それを平日にしました。当時ですね、そういうふうに法律として決めました。つまり1999年でしたが、 中国では初めて旧正月以外に結構あったですね、5日間の連休ができたんですよ。当時というのはみんな嬉しくて旧正月以外にも連休があって出かけました。当時のデータとしては、一人当たりの消費はですね、503件でした。この連休中ですね、つまり1万円でした。ただしですね、今年は 出かかかける人は確かに当時よりは確に多かったんです。ただし、1人当たりの消費はあんまり変わっていません。真実の情報ですが、この25年間ですね、中国の収入は実にあま,りあまり変わっていません。ただし、不動産の価格ですね、ものすごい高騰したんですよ。つまり、国民にはですね、自由に使えるお金はあんまり変わっていません。ただし、 不動産価格が上昇して、物価もその分高騰するし、教育費用も高いんですよ。つまり、国民の消費レベルは20年前とほぼ同じです。これで習近平は2021年、経済の内循環というものを推進しました。しかし、すぐにダメと分かったんですよ。原因というのは、経済の内循環とは、国内で 消費を促進します。つまり、みんなですね、国内で遊びましょうっていう意味です。海外旅行ですね、やめようという意味ですが。しかしですね、中国の GDP、ツーリズム、つまり GDP の観光業ですが、わずか GDP の3.9%を占めていません。占めています。これは2023年のデータでしたが、ちなみに2019年は4%以上でした。 本来、中国は広いですし、民族も多いですし、人口も多いんです。観光の大国のはずです。しかし、中国は観光の大国ではないんです。ツーリズムと言いますが、GDP ですね。例えば、ニュージーランド、オーサルですね。観光業は GDP の10%以上占めています。もし、 ニュージーランドとお皿のサービス業、飲食業ですね、などなど入れたら20%弱となりますので、つまりサービスの大国です。実はですね、日本も同じです。今年ですね、観光客の数はコロナの前より増えました。原因はですね、国内の旅行者が多いんです。海外旅行する人はいます。ただし、2019年よりかなり減少しました。 ただし、人が多くなってもですね、うん、観光地ではですね、でもあんまりお金は使っていません。ホテルとチケットの予約するサイトの分析ですが、観光客ですね、一人当たり1日の消費は113元です。約2400円です。つまり、泊まりですね、あんまりお金使っていないんですよ。 2019年はですね、151件でした。当時は3200円でした。またですね、去年よりも少ないんです。つまり、中国の消費市場はすごい不景気です。また、5月の連休中ですね、出国、入国の人数、これはですね、香港とマカオも含みますが、合計367万人でした。うち、入国の人は、 177万人でした。出国は189万人でした。海外旅行の先ですね、アジアは1位です。61%です。欧州は15%です。アメリカは13%です。また、5月1日ですね、えー、休みの初めの日ですが、国際便の出穫者の数はですね、2019年を超えました。でも、 2023年同期比119%の増加です。また、5月1日から5月5日の映画化の話もあるんですよ。チケットの収入は15.26億円でした。約320億円です。同期比去年より0.4%の増加です。ほぼ同じですね。ただし、2015年よりは減少です。 当時は15.27億円でした。少し落ちました。ちなみに2021年は16.7億円でした。そして映画化のチケットですね。平均1枚は40.4円です。約870円です。ただしですね、この連休というのは不動産はあまり売れていません。同期費 売買、設立の面積は32%、去年ときにですね、減少です。2019年よりも57%減少です。約半分以上ですね、減少しました。実はですね、中国では海外旅行ですね、行くよりは、ここまで不動産探し、物件を見に行く人が多いんですよ。多かったんです。今年はあんまりないんです。まとめると、中国のインフラ投資は終わりです。 連休も良くないんです。そして、観光はすると言いますが、特殊豚の観光ですね、ものすごい流行っています。つまり、できるだけですね、お金を使わずに観光しましょうっていう意味です。基本ですね、移動するんですよ。移動して、安いところに、例えば屋台でご飯を食べます。安いですので。そして、まだ移動します。基本ですが、ホテルは利用しません。 バスとか列車で寝るんですよ。基本は移動はプラス寝るという意味です。またですね、今年は各地域である変化がありました。こちらですね、中南海です。習近平の事務所です。北京にあるんですが、ここに書いてありますが、ために人民サービスとかに書いてありますが、つまり、人民のために尽くす。人民に 奉仕すするという意味ですこれはですね、人民のリーダーシップの考えです。つまり、指導者の決まりですね。ただし、現在ですね、変わりました。対局のために奉仕する。つまりですね、対局となると、一部の方ですね、犠牲にしても良いよっていう意味です。中国共産党の思想では、人民のことを利用します。人民のためだと言いますが、 実に嘘です。司法も、部隊も、警察もですね、すべて政権を守るためです。人民のためではないんです。人民のために尽くすとはですね、ここに書いてありますが、当時、毛沢東が書いたものです。毛沢東の時代から、人民のために尽くすとは、共産党の基本です。これについて、国民はですね、嘘よねと分かっていても、 しかしですね、当側としては、この表現というのは、もう他国の時代から変わっていません。1944年ですね、の夏でしたが、長さんですね、長四徳さんという人が言ったんですよ。人民の英雄となったんです。当時ですね、木材を釜で焼いて、木炭を作ったんですよ。しかし、釜がですね、崩壊して、彼は犠牲となったんですね。つまりですね、当時は、 当時ですね、実はむちゃくちゃです。今と同じですね。まだですね、これについて、まだ機会があれば話をしますが、実はですね、当時、中国共産党ですね、毛沢東側の軍隊ですね、機密のところに行って、オーナー所ですね、そこに行って、何をしたでしょうかと言いますと、そこでですね、アヘンを作ったんですよ。タイマーですね、作ったんですよ、実は。なので、そこでですね、実は、タイマーの生産をやっていて、 うん、その釜がですね、あのそこで清涼、ま、するといいますかあの、加工するんですよ。これで釜が崩壊しました。もうたことは追悼会で発言しました。人民のために尽くす。人民のために犠牲となったら、山より重く。資産家のために働くと、鳥の毛よりも軽いですよと言います。そしてその後ですね、文化大革命がありました。 当時このスローガンでも使っていました。これで多くの資産家は犠牲となったんですよ。1999年、人民代表大会では、もう一言はですね、人民のために尽くすよと書いたんです。本来の目的というのは、人民のために、利益のために仕事をするというイメージですが、これがですね、中国政府の道徳ですよと決められました。 その後、朱雄基さんは発言しました。全党員は全力を出して、人民のために尽くすんだよと、国会で発言しました。ただし、その後、恩加法、首相ですね、なって言わなくなりました。現在、習近平が登場して、この話は完全に消えました。5月1日、中国の最高裁の公換が発表しました。 大局のために過ごすんですよ。党と国家のために仕事をするんですよ。党の指揮に従うんです。検察機構は党の指導に従うんです。という発言がありました。これで最高裁はですね、看板を変えました。大局のために過ごす。人民、司法のためです。というふうに書いてあります。実はですね、結構、まあ、通じないんですよ。この話ですね、実は、 インターネットで話題となっていますが、対局だと言いましたら、個人はどうでもいいんですよ。なので、誤解してはいけません。我々は人民ではないんです。つまり、対局はですね、法律よりも上です。例えば、変な法律、たくさん出てきました。国家安全法とか、愛国教育法とか、反スパイ法とかですね、たくさんあるんですよ。 変な法律ですね。たくさん出てきました。実はですね、これは、党のという組織ですね。守るためです。対局と言いますと、現在ですね、共産党の思想では、中華民族偉大なる復興の対局です。と、世界は100年以下の変化が起きたという対局です。習近平ですね、国内の各地域に行くんですよ。視、え、察、ー、と言いますが、贅沢に言います。 国内、海外、大局は違いますよ。不利の要素を探してリスクを防止しましょう。つまりですね、全部主権のためにやってるんですよ。今回は司法側も動きました。独裁政権ですね、特徴があります。ごまっすりがとても大事です。私は忠実ですよと独裁者にアピールしなければいけません。 これで自民解放軍の先生ですね。自民のために尽くすのことをやめて、共産党のために尽くすんですよ、というふうにスローガンを書いたんですよ。先生ですが。実はですね、忠実のアピールとは、思いっきり何もかもやりましょうという意味です。これがですね、実は中国の文化ですが、親戚、あるいは人がですね、亡くなると、 うん、悲しいですね。でも、こういうふうに服を着るんですよ。これはですね、他の国では見ることはないんですね。そして、一週間も。これは地域にもよりますが、一ヶ月間もですね、着るところもあるんですよ。農村部であればな、なるほどですね。結構長いんです。本来の目的ですね、は私は悲しいです。実はですね、服はどうでもいいんですよ。植物の葉っぱを着るんですよ。そういうふうに見せるんですよ。 自分の気持ちですね。ですので、見せるつもり、見せる必要はないと私は思いますが、でも中国ではそういった文化はあります。そして同じくですね、習近平は地方に行きました。一冊いたんですよ。佐藤キ美の農園ですね、いたんですよ。習近平が帰ってですね、地方政府の官僚が動いて、自分の仲間ですね、 えー、自分の部下のお子さんとかですね、親戚同士を集めて、そこでですね、習近平のところに行って記念写真を撮るんですよ。そして列はですね、ものすごい長かったです。これは地方政府のまあ関連のアピールです。つまり、私は習近平についていますよという意味です。外気味以外にですね、習近平訴状記が座った椅子ですあります。これは、公衆にあった G20 ですね。 シュナサミとあったんですよ。シュピン・キンペがですね、当時この椅子に座っていました。シュキンペが使ったマイクです。シュキンペが使ったコップです。シュキンペが、まあ、使ったかどうかわかりませんが、えー、見たですね、帰殺したトイレです。シュキンペが立っていた足ですね、足元です。というふうにですね、各地域にあるんですよ。実はですね、これを見て、普通に考える,考えるとですね、地方政府の官僚は、 非常にごまっすりしてるよねと気持ち悪いよねとみんな思っています。つまりですね、地方政府の官僚も分かってると思うんですよね。こういうことですね、してしまうと周りに笑われてしまいます。でしょうかそれでもいいんですよ。自分の心が忠実ですよっていうアピールが大事です。しかしですね、今回は人民という文字ですね、なくしました。つまり共産党というのは政党ではなくて 習近平個人の組織となったんですよ。そういうふうに言えると思います。つまり、組織というのは、ボスが大事です。みんな、ボスの行動を見るし、そして特徴ですね。ボスが決めるので、ルールがないんですよ。なので、中央の司法ですね。人民のため、尽くす。というふうに文字をなくしました。対局のためですよ、と言っています。その対局とは、共産党ですよ、という意味です。しかし、 共同とのリーダーダは習近平です。つまりですね、完全に政党ではなくて、一つのですね、チンピラ組織なんですよ。これがですね、中国の今の現状です。旅行は良くないですし、経済も良くないんです。そして、政治ですね、むちゃくちゃです。みんな習近平の言いなり、あるいはみんなですね、自分の忠実さ、習近平に対してアピールの強度ですね。 競争しなければいけません。そして、負けてはいけません。もしですね、自分が競争で、アピールの競争で負けたら、死却となってしまうんですよ。これで思いっきりですね、アピールするんですよ。しかしですね、アピールすればするほど、周りからアホよねと思われるんですよ。でもですね、金にすれば、これでもいいんです。これが、今の中国の事情です。また、中国の経済ですね、について、また話をしたいと思います。 この動画はここまでにしたと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。